はい、こんにちは。今日はストレスに関するお話です。皆さん日々の時間で足りてますか？仕事とかね、あるいは学校生活とかに忙殺されて、もう自由な時間が全然ないですわっていうのがおそらくの大半の人の意見だと思うんですよね。ところが実は自由時間っていうのは現代は増えていますよっていう話なんですよね。で、1日あたりの仕事とか勉強って年々生まれる情報源とか処理するべき業務っていうのは、まあ、確かに増加傾向ではあるんですよね。で、これはとあるところでアンケートを取ってイギリスなんですけど、イギリス人に対して時間足りてますかみたいなことを聞いたら 80% の人は忙しすぎて遊ぶ時間とか、あるいは寝る時間とか、友達と一緒に過ごす時間がないですっていうようなアンケート結果も出たりしてるんですよ。で、日本人に同じことを聞いたら多分その同じくらいの結果が出そうなんですよね。ところがとある書籍の中ではそれは嘘だっていうふうにバッサリと切っている結果が出てるんですよ。で、忙しさっていうのは全て幻想で、実はあなたが今までよりも自由な時間を持っているということに気づいてないだけだって書かれてるんですよね。もうこの言葉の段階で嘘やんって僕は思ったんですけど、僕もかなり忙しいと思ってる人間なので、皆さんも書籍の内容を聞いて、うわ、嘘つけと思った人たくさんいるかと思うんですけど、ね、いつも時間に追われて忙しいとかっていう風に感じている人たちが大半だと思うんですよね。で、そんな中で時間の父と呼ばれるジョン・ロビンソンっていう人が実験で行動結果っていうのを記録をつけていったんですよ。そしたらその結果、現代人っていうのは過去と比べると今までになく暇になっているっていう結論を出したそうなんですよね。今から話していくんですけど、24時間の中で確かに仕事に費やしている時間は減っていますよっていう結果なんですよね。だから僕はちょっとここ納得しがたい部分があるんですけど、余った時間、より自由に使える時間が捻出されている現代においてどう使うのが大事かっていう話にちょっと結びつけて話をしていこうと思います。で、何かというと、アメリカをはじめ世界中で仕事に費やしている時間っていうのはトータル40年間でずっと減少傾向にあるっていう結果なんですよね。確かに明治時代の歴史の教科書なんかに書いてあるのも、その 1年のこの、なんていうんですか、グラフがあって、なんかあの休憩時間が15分とか30分とかって、なんかよく見たら、え、16時間も働いてないとか、寝る時間6時間、その後のその休憩時間とかお風呂入る時間とか食事を取る時間っていうのを含めたら、2時間しか自由時間がないと。寝るのが6時間で、自由時間が2時間で、仕事16時間、これで24時間になりますよねっていうような結果だったりするんで、確かにそれに比べると1日8時間が労働の義務で、まあ、それで終わってるかどうか別として、労働時間だっていうのは確かに半分には減ってるんですよ。これは言えるなっていうことなんですね。じゃあなんで8時間明治時代ね、100年以上も前と比較をした時に、我々っていうのはその8時間という 2分の1にも時間が、仕事に費やす時間が減ってるのに忙しいって感じるかっていうことなんですよ。で、その原因っていうのはマルチタスクなんですよね。もうこの動画で何回も紹介をしてきましたよね。スマホを見ながら食事をしてるとか、資料を作成しながらメールを打ってるとか、電話をかけながら伝票を書いているとかですね、っていうようなながら作業っていうのが非常に増えているということなんですよ。だから皆さんが1日の中で8時間という時間の中でやるべき作業っていうのがめちゃめちゃ増えたんですよ。明治時代の時とかっていうのは工場で物を作るってなったら同じ作業を繰り返すんで、時間の流れは確かにゆっくりに感じるかもしれないですけれども、同じ作業を繰り返すことが多かったので忙しいという感覚は持ってないと思うんですよ。こういった話を時間の父ジョン・ロビンソン曰く、作業が飽和状態になっていると。で、タスクを切り替えるたびに注意力がなくなって時間へのプレッシャーが増す。1日に行う仕事を考えるとき、我々は1日を1つの塊として捉えて、しかし絶え間ないあらゆる活動っていうのが続くと、これが時間への不満を募らせるっていうことを書いてるわけなんですよ。つまりマルチタスクっていうのが原因で、時間が細かく区切られていって、一つ一つの流れを捉えることが難しくなって時間に追われているっていう感覚になるんです。だからメール打つのに5分で済まさなくちゃいけないとか、電話かけたら10分以内に終わらせなくちゃいけないとか、それから資料を作成するのに3日以内に終わらせなくちゃいけない。でもその3日の中で時間を取るって考えたら、24時間トータルである中でたったの2時間しか時間を作ることができない。2時間でそんな上司が納得するような資料を作れるかなとかっていう風に時間にめちゃめちゃ追われるんですよ。同じ仕事を続けね、電話だけをかけるとか、メールだけを打つとか、資料作成だけをするっていうような状態だったら
そんな忙しいとか時間に追われているっていうような感覚にはならないんですけど、ところがその8時間という時間の中で資料を作ったり、メールを打ったり、電話をしたり、物を作ったりっていうようないろんな作業が繰り返されていく中で、残念ながら追われていって、気づけばあもう帰らなくちゃいけない時間だ、でも仕事が残っているから6時に終わったけど7時、8時、9時、10時っていうように残業しようっていうような状態になってしまっているわけなんですよね。で、マルチタスクにハマるっていう一つの原因も実はあって、それ何かっていうと、忙しいイコール有能だっていう思い込みもあったりするんですよね。忙しい人ほど有能で成功していて尊敬されるんだって思われるんですよ。だから、あ、いやめちゃめちゃ忙しいんだよねとか、うわ俺寝てないんだわみたいな人が時々いるんですけど、寝てない自慢とか忙しい自慢をする人ほど大した仕事はやってないよっていうことなんですよ。なぜかというと、マルチタスクで細かく時間を区切っている中でのちょっとした作業をやっているだけなんで、本人は忙しいと思って見てるけど、周りから見た時にたったメール1本打つのになんで15分もかけてるのっていうくらい無能に見えちゃうっていう、まあ、そういうからくりもあったりするんですけどね。はい。で、時間に余裕を持つためには仕事ではなくて時間で区切って、要はメールが終わったら次に行こうとかじゃなくて、時間で15分間とか1時間とかっていう風に区切って集中する作業っていうのを決めていくと。で、余計な邪魔が入らないようにするためにメールを返すのはこの時間帯でまとめてやろう、電話をするためにはこの時間でまとめてやろうと。で、新しい製品を作り出すアイデアを生むための時間はまとめてこの時間に取ろうっていう風に時間で区切っていくと。で、その区切った中でメールを打つのに30分間の、まあ例えば10通来てるなら30分間の中で返そうとか、電話5本やらなくちゃいけないって言ったら20分の時間を取ろうとか、新しいアイデア考えるのに2時間取ろうってなったら、それ以外の作業っていうのも一切やらないっていうふうに決めてしまうっていうのが大事になってきます。なので結論は、今やるべきことに専念するっていうことを心がけましょう。これが本日の結論になります。まあ、とある経営者の方々なんかの話を聞いてると、いやこれからの時代にはマルチタスクを求められるんだってなるんですけど、マルチタスクをやり続けていくとどうなるかっていうと、作業効率は悪くなるし、ストレスは溜まっていくし、不健康になるし、時間に追われている感覚から抜け出せなくて、いつも不満を募らせているっていうような状態になるだけで、何にも意味がないものですから。例えばあんまり良くないですけど、皆さんが結婚されているとしますよね。結婚している時に別の女性とか男性に行ったら何が起こるかって言ったら、ね、訴訟もになるわけでしょ、離婚したりとかって。それと一緒なんですよ。皆さんが今日これをやるって決めた仕事以外にやった時に何かしらの問題が起こるっていうことを考えたら、そうなるよね、当たり前だよねっていう感覚になりませんかっていう話になります。ですから時間を区切って、この日はこれをやるとか、この時間これをやるっていうふうにもう確実に決めてしまって、シングルタスクっていうのを心がけてみたらいいと思います。あ、もっとシンプルなことやります。皆さんが今この YouTube 見てますよね。 YouTube を見てる中で後ろ何が起こってるか見えますか？見えませんよね。後ろに目がついてるわけないですよね。はい、ということです。わかりますかね。はい。つまり一つのことしか人間見ることができないのに、社会で求められているのは前を見ながら後ろを見ろって、そんなね、ナルトの影分身じゃないんだから見れるわけないでしょって、それと同じことなんですよ。ということなので、ぜひですね、シングルタスクができる環境っていうのを自ら整えていくっていうことをやってみてください。今日はそんなお話でした。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。